うわーい。やばい。今のやばいな。今のはマジでやばいです。もうマジで。どうも、コンプリンスの淳です。神戸 TC チャンネルの吉田です。今回はこの前吉田さんと試合させていただいてボコボコに行かれたんで気持ちよかったな。リベンジさせてもらおうかなというふうに思います。お願いします。はい、お願いします。あれがまあ純ちゃんの本気ではないと思ったけど、いや純にも言い分があんねん。あの時あそうラバーが剥がれとった。そう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 、あるから今回も剥がれてないし、もうべったりそう貼ったんじゃない。あの後そう、うん、そうあの後にしっかり貼って、もう一回ちゃんとした状態で、はい、で和也はもう今回仕上がってない状態でやるから、はい、もうちょうどいい、はい、うん、頑張ります。お願いします。お願いします。お願いします。では短いの行けるか。
いいよ、いい感じ、いい感じ、尺取れてるよ、はい、大丈夫。あ、これは痛い。痛いですね。さあ。いやいや、聞いてるよ。ありがとうございます。切れすぎこんなんだけど。ああこいつだ。よっしゃ。いやー、いいサーブやな。サーバーマンのちゃんと出してないちゃんと出してない言うとったもん、なんかなんかをクリアせんかさ1万円あーすぐやなかすぐやなかいかにも、使われたのは僕だけだもんみんなやるんですかありがとうございますめっちゃ切れてる。さあ。いいな。よし。これでさ。よし。もうまく。ありがとうございます。さあ。よし。よし。いい尺、いい尺。いい感じだ。まだいけるよ。自分も限界みたいな感じになってる。そんな返されるうまいな、みんな。やばいっす。入れ方がめっちゃうまいよ。生命力。もうあのリーグ戦で魚と試合してる感じです。それがもっとエロく返される番組。あ、待て。
え？ネットに座ってるんじゃん。分かるからきつい。で、シンメイ1点とか勝ちやお疲れ様でした。どうでしたか。きつい。何が一番きつい。まずちょっとレシーブはちょっと2回目っていうのもあって、うん、慣れてきたんですけど、うん、これがもうこれがあれなあれもこうなんですこっちもしかもちょっと生きてない感じがまたいいねんな。普通におしゃれやから。でクロスで待っててもこう巻かれるから、うん、それまともなボールないもんな。ちょっとやっぱりちょっと曲がったりとか。そうそうそう、うん、どうカズヤ2回目じゅんちゃんとやって。やっぱレシーブが頑張って入れてくるから、うんうん、ラリーになったらパワーもあるし、うんうん、ミドルも攻めてくるんでやっぱうまさは出てくる。前はやっぱサーブ効いてるからそこのじゅんちゃんの良さが目立たず終わる。ああ、なるほどなるほど、はい、今回みたいにこう帰ってくるとなかなかポテンシャルがある選手です、ね、うんはい、どうですか第3回の試合は。ありなし。いやーやりたいですいいメンタル気持ちや。まあ、またその時はね、出すんで、はい、動画、次はうちのエースが、はい、うちのやつと、はい、風が試合するんで、そっちはね、チャンネルこっちで上がるんで、はい、またよかったら見に行ってもらったらいいかなと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。さすがやな、ええ感じ。